県道24号鹿児島東一木線三田尾北の交差点から県道210号バイパスに入り5分ほど走ったところに、気になる建物を発見。赤いレンガと瓦屋根の建物の正体は、これなんですよ。すごくクラシカルな建物ですよね。少なくともこれはですね、私がこの辺りに住んでた時はなかったんですよね。これ何なんだろう。持ち主は四つ本さんらしい。あれ、この辺で四つ本さんっていうと、あれ、何か心当たりがありそうなタクちゃん。でも思い出せないまま。いらっしゃらないかもですね。ん？あ、留守の場合は裏の保育園へお越しください。ほうほう、え？あ、ある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 。あ、いつできたにたん保育園、めっちゃ可愛いじゃん。すっげえ可愛らしい保育園が。ちょっと行ってみましょうか。案内に従い保育園を訪ねます。ああ、すいません、お忙しいところすいません。あ、どうも、あの松本町が生んだスーパーアイドルの内田子ですけども、どうも初めまして。初めてではないんですけど。前はどこでお会いしました。あのクリスマスパーティーで司会をされてらっしゃいました。あの日の夜のことは一日も忘れたことはございません。あの日の夜のことは1980年開園の仁田尾保育園。この辺りって、そう、こちらを建てる前は 何でしたっけ。ここはですね、果樹園だったらしいです。果樹園。はい、はい、はい、でした。そうですか。あ、思い出してきた。今いろんなピースがはまり始めてきました。あの建物とどんな関係が。あちらって昔病院。あ、はい、ね、あの四つ本医院っていう病院がですよね、はい、僕小さい頃にあそこに何度もお世話になってるんですよね。そうだったんですか。はあ、はあ、あ昔その日やった川にカエル捕まえて大怪我してですね。で行ったし、もうあちらの病院は閉院された。はい、祖父がしておりましたので。ご家族の方でいらっしゃるんですか。はい、あの、はい、嫁です。あ、お嫁さんですね。はい、なんとあのお宅の方でした。赤レンガの謎が解けそう。あの赤レンガって、はい、いつぐらいからですか。上伊集院駅ができた時の、うん、あの余ったレンガで作られたっていうことみたいです。うん、そのあたりがちょっと私もはっきりしないんですけれども。いや、大丈夫です。と取材の際はおっしゃっていましたが、後日改めて確認すると、駅舎ではなく沿線にあるトンネルのレンガだったらしい。ちなみに中は何が入ってるんですか。はい、ほとんど整理されて何もほとんどない状態で、戦争があった頃のその銃創の跡とかもあるみたいです。うん、残ってるんですか。はい、旧松本町民として頭の下がる思いでございます。どうですか皆さん、あのぜひご子息ご令嬢は三田尾保育園の方へ。優秀なスタッフが皆様お待ちしております。はい、ぜひよろしくお願いいたします。